我怎么这么好？しました。今日は家族と一緒にラーメンビリーに行ってきたいと思います。それでは行ってきます。お父さん大盛り、お前は、うん、中盛り、うん、前俺のはこれこれ、はい、唐揚げ食いて、お母さんは普通の混ぜそば、これ、はい、ニンニク、ここにはニンニク、たま、油増しだね、甘い、何、はい、じゃあいいよ、唐揚げ、餃子ね、餃子1個でいい、唐揚げ食べるの、これ4個、うん、サービスの店開いてます、スキャップとして営業しようかなったから、伊達さんでは伊達さん、おいしい？うまい。餃子食う。そこじろ静かやな、ダメだね。余計なこと言うと使われる。小太郎はエプロンをしてます。スペシャルの300グラムニンニク多めになります。揚げそばの200グラムのニンニク多めです。失礼します。お好みでお酢をかけてお食べください。こちらに失礼します。どうぞ。私は混ぜそばを頼みました。いただきます。ニンニク増し増し、すごい。仙台駅のどこにあるかなんて分かんないもん。お母さん、お父さん分かる？お腹空いてる、リモートどうや？あーっと、分かった分かった。いろんな食堂が並んでっとこね。何ぐらい距離で行ったかな。あとはどこにあるの？手元しか映ってないな今日。顔映ってないの。残念です。はい、ココジロどう？今日ココジロくん静かね。なんか顔映るでしょ。うん、撮ってんのよ。ちょっとでかいの見せてよ、お母さん。やんまそう。このさ、200とか300ってただの？そうだね。へぇー。でもさ、お父さんはさ、横にこうなんだけどさ、俺もこうなんだよ。だからお母さん。美味しい、この太麺。なんか太麺好きになってきた。細麺な、うん、細麺なんか物足んない。でも太麺ってすすれないよ。
エプロンもらう？大丈夫？辛いとか言って食わないで話しない。そんなやつはやばいよ。大丈夫だって。マユリなんてミェーミェーミェーそれの七味でしょ。気使ってんだから七味でしょ。それ一味一味一味お酢を入れます。あれ俺のところにこれあったん。それそっち使うの。どう使うの。もやしとかに入れるの。味薄いなって思ったら。なるほど、うん、なんか薄いなって思ったけど、かけてなかった。この歌いいよね。絶対アメリカ人乗りだよ。静かにして。ちょっと吐き出さないでよ。マリナリン天才だなと思って。これ食べます。二郎系ラーメンを食い切ったところで行きますか。じゃあこっから田舎に。